パカパカ幼稚園に対するみんなの反応。相部屋の耐震は普段何されてんだろ。暑いですから、フーフーしてあげますね。普通に世話しようとするクリーク。一人でできるから。馬呼んだとこんな感じ。もしかしてクリークって面白い馬娘？パカライブでママ出演の時だけパカパカ幼稚園開演されるの好き。パカパカ幼稚園。この中に後頭部がクリークともう一人います。耐震とクリークって同じ部屋だけどなんかつながりあるんだっけ？竹豊か？それぞれ初 G1 と初サツキをプレゼント。他の馬娘への過度な被害はクリークトレの献身によって防がれているんだ。イベとかで極端なネタにされてるけど育成やサポイベだと、デチュネ遊びはお互いの合意で飲み合ってる気がする。息抜きとして下手に合意したトレーナーがヤバい目に遭ってるけど、付き合い長いみたいだから、デチュネされちゃってるんだろうな。なぜトレーナー。長年の疑問。デチュネ遊びって何をするんですかねー？クリークのおもちゃにされる。夢でクリークに膝枕されるのを見たんだ。祖母、アキュート、妻、クリーク、娘、耐震。もしかしてクリークって可愛い？はぁ、ため息。ついに殴る気も失せたか。長男、叩かれてるの俺だから正直助かる。馬娘みんな可愛い。夫婦服なら、この俺のためにファンファーレでも吹いてるのが似合ってるぞ。プペペポピー。シティのやる気が下がった。シティはシティでもオペラシティじゃねえか。あれ相当頑張ってる方なのは、毎年のファンファーレ聞いていくとわかる事実。デチュネされたい。贅沢なんて一つも言わないから風邪をひいてクリークに看護してもらって。そこから恋が始まりやがて結婚する幸せな人生を送りたかった。前世でとんでもない徳を積んだ成人でもなければ起こり得ない贅沢定期。そうだぞ。せいぜい膝枕されながら上向いてその蓋の大輪を下から眺めたいくらいにしておきな。保育園と幼稚園って何か違うの？幼稚園は小学校に入る前の教育をする教育施設で、保育園は子供の世話をする児童福祉施設や。だから幼稚園は文科省の管轄で保育園は厚労省の管轄になる。幼稚園は文科省管轄の教育施設、要は学校。保育園は厚労省管轄の福祉施設、要はお子さん預かり所。平たく言えば国の管轄と入れる年齢が違う。幼稚園は文部科学省が管轄の教育学校施設で3歳からの未就学児を預かる施設。保育園は厚生労働省が管轄の児童福祉施設で0歳から預かってくれる施設。それと保育時間の違いで幼稚園は4、保育園は8時間プラスアルファとくらい。他にも細かい違いはあるけど乳幼児でも預かるのか保育園で3歳からしか入れないのが幼稚園。お前ら何でも知ってるな。何でもは知らないわよ。あかん。なぜトレーナーができた。3にされてまう。注射されるシーンでクリークが座ってするからもう手遅れですね。何がデチュネアソ。記録はここで途切れている。赤ちゃんにされたか。でも竹豊のよちよち力は300クリークくらいあるんでしょ？パカパカ幼稚園がコラじゃないっていうのがもうね。さすがパカライブで特殊台本を用意される馬娘だ。面構えが違う。クリークはこの後即座に貸し権利を使ってお母さんと呼ばせるくらいはやる。デレマスの LMBG フルメンバーでクリークの応援に駆けつけるとか。そういう粋なコラボもありだぞ、サイゲ。なんならシルエットだけでもいいし。あの部屋って菊花賞の直前まで精神的にヤバい部屋だよな。クリークは菊花賞までだけど、次は耐震が菊花賞から日経賞までどん底なんだよな。最後の人、奥さんがクリークはわかってる人だ。クラマのショッピングのイベント好き。パカライブをあの空間にする勇気かなが恐ろしい女やで。クリークがママなのではなく結城さんがママ説。ママが MC してると時折変な気持ちになります。あの人の声色七変化ほんとすごいよな。普通のお姉さんから突然クリークママが飛び出してくる。長距離育成されたキャラのほとんどはママサポカに育成されたようなもんだからな。久々にクリーク差し育成してみるか。僕会長がいい。
なんちゅうことさせとるんや。また耐震が滑り台滑ってる。耐震ちゃん。なんで私がこの並びに入ってるわけ。パジャマでお邪魔はまだですか。ちびっ子たちに踊らせると真っ当に可愛いのに大体盗作的なメンツに利用される滑り台。耐震の代わりにルナちゃん入れると狂気度が上がって楽しい。なんで狂気を足そうとするんです。狂気の沙汰ほど面白いからな。滑り台滑るところより生徒会メンバーで階段登るところがなんかじわじわくる。せめてそのキャキャキ走りを止めてくれ。普段かっこいいこの尊厳破壊がブームになっている。滑り台ちゃんと滑る 3D って普通のことなのだろうか。すごい技術のように感じる。うららとかじゃないときつさを隠せないギミック。デフォルトのメンバーは不思議とそんなきつくない。トレーナーたちがいたたまれない顔してそう。この滑り台演出考えた人は天才だけど変態だと思う。大人びてる子が滑り台滑ってるの見ると思わず幼名で呼びたくなる。嘘でしょ。ベロちゃん。生徒会のメンバーだってストレス発散したいんだよきっと。なんとなくパカライブ的な 2.5 次元ぽさを感じてしまった。デフォルトメンバーだと歌のお姉さんって雰囲気出せるからセーフ。デフォルト同期組ならなぜか全員集まるとバカやり出す想像が容易にできて違和感がない。L 育成のヒーローごっことかまさに。理事長代理も滑ってみてください。ウキウキで滑った挙句勢いつきすぎてお尻強打するからダメ。階段踏み外して膝ガンするぞ。滑ろうと決意した一歩目で小村帰りしそう。手前で転んで頭から滑るぞ。滑り台へ向かって走り出す一歩目です。転ぶのが代理やろ。お前らの暗黒の連帯感ほんとなんなの？うちはやらんからな。いや、登っただけで滑らんからな。押すなよ。押すなよ。おさんのかい。うららたちちびっこは普通に可愛く、年長組はシュールな笑いを生み出す、一粒で二度美味しいな。モーションキャプチャーの開発公開動画を見るに、このステージもあのすげえ金のかかった設備に滑り台セット持ち込んでダンサーの方々が実際滑ってたんかな。この滑り台部分は手付けのような気がする。まあ天才と変態は紙一重だから。ルナちゃんとベロちゃんとブーちゃんが楽しそうで何よりです。舞台裏で偉いことになってそうでゾクゾクするよね。これは応援してくれるファンのため、ファンのため。滑り台で滑るのがありなら表情を滑るのもありだよなおぐり。ウマ娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。